こうなってるんですね。上から見るとこんな風なんですか。あ、横に五稜郭タワーがあるんですか。あ、なるほど、そこから眺められるんですか。行ったことないんですけれども、旅行した気分になりました。結構やっぱり今日人が多いようですね。五稜郭っていう名前がかっこいいですよね。わかります、タワーからの景色ですねと届きました。あ、ゴールデンカムイなるほど、確かにそうですね。なるほど、皆さんの方が上手でした皆さんの方が上手でした。ちょっとこのコメント見ちゃおう素敵なゴールデンウィークをお過ごしください続いて見ていきましょう。